どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島前期6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、ドラゴンズ交流戦 DH を誰を起用する、この話をね、していこうと思います。ちなみに交流戦はですね、5月30日ソフトバンク戦からスタートします。では行きます。まず、DH で使ってほしい選手、その1、ビシエド選手です。ビシエド選手ね、やっぱ DH でね、使うんだったらね、右バッターで長打が打てる選手を使いたいですね。だから私はね、ビシエド選手、ありじゃないかなって思うんですよね。でもね、ビシエド選手は守備がうまい。ファーストの守備がうまい。だからファーストで使った方がいいんじゃないかなと思うんですけども、できればね、今ファーストはね、細川選手が好調だから、好調な選手をね、やっぱり守備にも使わせたい。だからね、DH はビシエド選手でいいと思いますね、私は。ビシエド選手が DH を守ったら、ファーストは細川選手で、外野はレフトにね、鵜飼康介選手、センターに大島選手、ライトに岡林選手、これでいいんじゃないかなと思いますね。思い切ってね、鵜飼選手も1軍に上げちゃいましょう。2人目、DH で起用をしてほしい選手は、鵜飼康介選手です。なかなかね、鵜飼選手ね、今1軍に上がってきませんよね。なんで上がんないんだろうね。今2軍で確か打率もね、3割ぐらい打っていて、ホームランもね、もう4、5本2軍で打ってるんですよ。だからね、鵜飼選手をね、今1軍に上げてもいいと思うんですけどもね。まあなんか事情があるんでしょうね。なかなか1軍に上がってきません。でもね、私が思うに、まあ、交流戦にはね、上がってくると思うんですよね。だって DH の枠がありますからね。で、その時にね、思い切って、鵜飼選手を DH で使ってみてはどうですかね。まあ、DH でね、鵜飼選手を使ったらね、ホームランは、まあまあ、打ってくれそうな気はするんですよね。去年もね、鵜飼選手はホームランをね、4本打っていますからね。だから私の予想ではね、鵜飼康介選手は、5月中にはね、多分ですけども、1軍に上がってくると思います。で、鵜飼選手を DH で使ったら、ファーストはビシエド選手で、外野にレフトに細川選手、センターに大島選手で、ライトに、岡林選手、これでいいと私は思っています。3人目、DH で起用をしてほしい選手は、細川選手ですね。いいですね、細川選手ね、今バッティングが好調なんでね、まあ、DH で使ってもいいのかなって思いますね。まあ多分ファーストの守備はね、まだビシエド選手の方がうまいんじゃないかなって私思ってるんですよね。いやでもね、今細川選手調子がいいからファーストの方がいいのかなと思いますし、でも細川選手の本職は外野なんですよね。だからまあライトかレフトを守らせた方がいいんじゃないかなって思うんですけどもね、ちょっとワンチャンバッティングに専念してもらうために DH 細川選手、これもありだと私は思っていますね。まあ、あと細川選手ね、5月中にはね、なんとかドラゴンズに来て初のホームランを打ってほしいと私は思っています。で、細川選手が DH に行ったらファーストはビシード選手で、レフトには思い切って鵜飼選手もいいんですけども、ブライト選手をね、また1軍に上げて、レフト、ブライト選手、センター、大島選手、ライトに岡林選手、この布陣でもね、いいんじゃないかなって思っていますね。まあ今もうね、ドラゴンズはね、細川選手なしのね、クリーンアップは考えることができませんからね。まあ細川選手にね、ぜひ DH に座ってもらって、大暴れしてもらいたいですね。あと DH で使うんだったらワンチャンね、高橋周平選手もね、 DH で使ってもいいかもしれませんよね。でもね、周平選手はね、今ちょっとバッティングの調子がね、あまり良くないんですよね。だからなんとかバッティングの調子を取り戻してもらって、右ピッチャー相手だったら高橋周平選手をね、DH で使ってもいいんじゃないかなって私は思っていますね。まあサードの守備がうまいから、まあサード使う石川昂弥選手 DH、 いやでもね、石川昂弥選手は1年間4番サードで使いたいじゃないですか。そうなるとね、高橋周平選手をね、 DH に座ってまあ起用してもいいんじゃないかなって私は思っていますね。で、高橋周平選手を6番か7番に置いて DH で使いたいなと思っています。で、あとね、調子が上がったらね、新外国人選手のアキーノ選手 DH で使いたいですね。
まあ、率はね、そんなにやっぱりね、残せるタイプの選手じゃないんでしょうね。守備もね、ちょっと不安があります。だからこそ、交流戦は、DH で使いたいですね。まあ、DH で、まあ、6番、7番あたりにアキーノ選手を置いて、三振か、ホームランのバッティングを見せてほしいですね。でもね、まあ、多分今のまんまのフォームと、今のまんまのね、選球眼だったら、なかなか1軍に上がってくることって、アキーノ選手はないのかもしれませんよね。だから、まあ、アキーノ選手は今2軍に行っちゃったんですけども、一回ね、フォームを見直して、さらに選球眼も見直して、まあ、なんとか1軍で打率ね、2割2分、2割3分ぐらい残せるぐらいのね、実力をつければね、1軍に上がってきて、DH の起用あると思いますね。てかね、やっぱりね、アキーノ選手がね、活躍しないとね、ドラゴンズの打線はね、なかなか強くならないと思うんでね、まあできればまた5月中にね、アキーノ選手、1軍に上がってきてもらってね、まあ交流戦が終わったら、ライトもしくはレフトをね、もう一回守らせてほしいなと思っています。あとね、DH で使いたい選手は、なかなかね、最近名前を聞きませんがね、福田信正選手使ってほしいなと思いますね。かつてドラゴンズでね、ホームラン1シーズンで 14、5 本打ったこともあるベテラン選手ですよ。右バッターでね、長打が売りです。で、今シーズン確かね、手術をしたんですよね。確かあの福田選手はね、で多分まだ完治はしていないのかな。2軍戦でもあんまり試合には出てはいないとは思うんですけれどもね、まあ、アキーノ選手とかね、細川選手がね、もしも調子を崩したらね、一回福田選手をね、DH で使ってもいいと私は思うんですよね。まあ、福田選手はね、もうベテラン選手でね、なかなか今ね、チャンスがね、もらえていないと思うんですよね。だからこそね、ここでちょっと2軍で結果を残して、一回 DH 福田、オムバサ。私はこの姿見たいんですよね。